はいどうも、翔平 TV です。はい、本日はですね、2018年に購入しました源田選手モデルのグローブですね。約2年経ちまして、どんなグローブになってるんかと、そんなに、使用は、パンパンポンポンコンコン使ってはなかったんですけども、2年経ったんですよ、約。源田モデルが発売され始めてすぐのモデルなんで、色も多分今あんまり売られてない、オーダーでしか買えないような限定グラブになってるんですけど、こんな感じ、もうツヤツヤなんですよ、実は。手入れは結構してるんですけども、中はこんな感じかな。ちょっとこう、使ってこう、少し使って、軽くこう、磨いたりして、基本的にこれ今、モンタナスポーツさんに、このところにね、置かれてるんですけども、置く理由としては、源田モデルのグローブ、サンプルがあったらお客さんもちょっと目に留めて、これいいなとか思ったり、こう買うためのなんていうんですかね、きっかけとなるじゃないかなと思って、置かせてもらってます。モンタンスポーツさんによく聞くんですよ、僕の源田グローブみんな触ってますかみたいな聞くんですよ。正直やっぱ必ず来たらとりあえず触るよみたいな話はされております。で、今この動画を見てる人も中にはね、モンタンスポーツに来て源田グローブ触ったなんて人いるとは思うんですけども、実際どうですかね。正直言いますよ、翔平 TV が最初に型をつけて使ってた頃とは全然違うグローブになってるんです。実はもう全然違う形になってまして、僕ね、昔の動画を見れば分かるんですけど、このグローブね、昔勝手に勘違いしてこれピッチャー用かと思って買ってたんですよね。源田モデルとは聞いてたんですけど、あまりこの源田選手のことはあんま知らないっていうのがあって、色的にかっこいいし、この色でもピッチャーできるのかなと思いながら買って、で、2018年の MLB ドリームカップでも実際にピッチャーとして使ったりしたんですよ。別に連名じゃないんで何も言えなかったんですけど、最初こう肩がこう少しこうピッチャー系の肩になりながらやったんですよ、こういう風に。イメージとしてはこんな感じ。それからね、約1年ぐらいしてから、ここにね、置くようになってから、ここに置いてちょっと名刺をこう置いて、こう翔平のグローブですよみたいな感じでこう置いて、気軽にこう触ってもらって、構わなくて触ってもらったんですけど、逆になんか前のグローブとは違って、すごいいい型になってるっていう、内野手用の型になってるっていう、ちょっとびっくりです。僕的に驚いてます。だいぶ実際そんな感じしないですか。なんか全然こう普通の、俺もっと、俺こうなんですよ。俺はこうで、皆さんは多分こう思ってんですよね。わかるかな。こうとこう、こうとこう、ピッチャーこうじゃん、基本的にこうじゃん。今こんな感じ、ツヤツヤなんですよ、実はね。ツヤツヤで2年経ってこんな感じのグローブと。そんなに毎日毎日内野の守備とかしてるわけではなくて、基本的に動画とかキャッチボールぐらいでしか使ってないから、これぐらい綺麗なわけですけども、いつか翔平 TV のこのグローブの後継者、できることを祈って、大事にしたいと思います。いつかね、いつかこの大事なグローブですけども、それ以上に大事なね、仲間がね現れたら、このグローブと共に野球人生歩んでほしいなと思ってますんで、ぜひとも皆さんはね、それぐらいね、愛せる仲間、そして愛せるグローブと、出会ってほしいなと思います。この動画なんですかこれ。この動画、この伝えたいことが分かんなくなってる。涙が出る結果となりましたが、皆さん涙出てますかね。どうですか、コメントしてください。結構いろいろこれもね、いろんな撮影もしましたし、向こうさんにいつの間にかこう撮られて、こんな感じでこう写真撮られたりもしたし、モンタンスポーツでね、こういう風に持ってこうやってやった人も、何人ぐらい、10人ぐらいですか、もっといますか、実際にこのはめた人もっといますかね。もっと10人以上いますか。20、30、50人ぐらいですか。もっといるかもしれない、ね、もっと100人以上か。多分100人以上の方が多分このグローブ手に取ってこうやってやってると思うんですよ。はい、音も全然いいし、全然使えるんですよね。ぜひともモンタナスポーツに置いてありますんで、ちょっと触りに来てほしいなと思います。こんな感じの方なんだと思ってね、ぜひとも検討をしてみてはいかがでしょうか。というわけで、本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。